ちの部屋の作品はシェイプドキャンバスと言って、変形キャンバスなんですけど、結構最近変形キャンバスを作られる方は多いんですけど、僕のやつはこのフレームがついてるんですよ。このフレームが特許取りない、取りたいなっていうような、ちょっと特殊な作り方をしていて、5ミリの間隔を空けてぴったり6ミリのフレームがついてるっていう、多分5ミリ厚とかそれぐらいの木材を、5ミリのこの形状のものを何個も切り出す、同じものを切り出して重ねて高さを出してるっていう作り方ですね。普段やっぱ人物というかキャラクターを描くことが多いので、その形状に切り抜かれてるってやっぱり単純におっていう興味を持ってもらえるかなと思って。